見る人も見られる人も幸せに。医療と福祉のサービス施設ロープレー船橋工業サラブ。ローケン船橋工業チャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の研修では感染対策に関する研修を行っていきます。食中毒に関して管理栄養士から説明していきたいと思います。よろしくお願いします。食中毒とは飲食物そのものや器具、容器、包装を介して体内に入ってきた食中毒の原因菌や有毒、有害な化学物質などによって引き起こされる健康障害のことです。食中毒の分類について見ていきましょう。細菌性食中毒は感染型、毒素型に分かれています。ウイルス性食中毒、化学性食中毒と分かれています。月別の食中毒の発生件数について確認していきます。こちらのグラフは厚生労働省の資料をもとに添付しております。まず梅雨の時期5月から6月と夏の時期7月から9月は湿度や気温が高く細菌が増えやすいので、この時期は細菌性の食中毒の件数が増加する傾向にあります。冬12月から3月はノロウイルスなどのウイルス性の食中毒の発生が見られます。また春や秋には他の時期に比べて自然毒による食中毒が多く発生します。アニサキスなどの寄生虫による食中毒は年間を通じて発生しています。食中毒は年間を通じて発生していますので、日頃から食中毒の予防に心がけていく必要があります。では実際の食中毒の発生基準について確認していきます。まず細菌性食中毒感染型に関してです。一定の菌数以上に増殖した食中毒菌を体内に摂取することで小腸や大腸に菌が定着し増殖します。菌が腸管上皮細胞を破壊、腸内で毒素を産生することによって食中毒が発生します。潜伏期間は一般的に長く8時間以上、主な症状は下痢、腹痛となっております。次に毒素型についてです。食中毒菌が食品中で増殖、毒素を産生することによって食品とともに毒素を食べてしまうことで食中毒が発生する基準になっております。毒素型の潜伏期間は一般的に短く1時間から5時間程度、主な症状は嘔吐、吐き気になります。各型の細菌の種類についてまとめておきます。代表となるのは細菌性感染型ではサルモネラ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、ウェルシュ菌。細菌性毒素型では黄色ブドウ球菌、ウイルス型ではノロウイルスが代表となります。食中毒原因菌が好む条件を挙げておきます。一般的に生の状態、十分な加熱なく常温で長時間放置している状態が食中毒菌が増える条件になります。また十分な手洗いがなく食品に触れることも食中毒菌が繁殖する原因になります。特に厄介になってくるのは毒素や蛾胞形成をする食中毒原因菌で、主に黄色ブドウ球菌やウェルシュ菌などが挙げられます。黄色ブドウ球菌は食品の中で増殖する際に毒素エンテロトキシンを産生します。これを食品ごと食べてしまうことで下痢や嘔吐につながってきたりします。厄介な点としては100度以上、60分以上の加熱をしても壊れない耐熱性があるというところが恐ろしいところです。ウェルシュ菌においても
下方形成すると同じように加熱処理をしても耐熱性があります。作り置き、常温放置などの衛生環境が悪い状況が特に危険です。加熱調理をしたら速やかに冷却し、冷蔵庫10度以下に保管することが求められます。次に食中毒発生の3段階についてご説明いたします。まず菌が食品に付着します。次に食品中で菌が増殖します。一定量の菌を含む食品を食べることで食中毒は発生します。食中毒の予防3原則をご紹介いたします。 ① 菌をつけない、 ② 菌を増やさない、 ③ 菌をやっつけるというところになります。食中毒予防のポイント ① 菌をつけないについてご説明いたします。第一に健康管理が大事になります。次に身体管理です。石鹸でしっかりと手を洗い、手指に傷や手荒れがある場合は手袋を使用します。また食材の衛生的な取り扱いも重要となってきます。次に食材の洗浄です。生の魚介類や肉類には食中毒の原因となる菌が付着しています。次に調理器具や容器の洗浄です。まな板、包丁は特に注意します。また肉、魚、そのまま食べる野菜、加熱後の食品などを区別して使い分けることが重要です。食中毒予防のポイント ② 菌を増やさないについてご説明いたします。まず適温時に早めに喫食します。すぐに食べない場合は温度管理を徹底し、冷蔵は10度以下、保温は65度以上で保管します。次に食材の冷蔵、冷凍です。10度以下で菌の増殖は鈍り、マイナス15度程度で増殖が停止すると言われていますが、死滅するわけではないので注意が必要です。次に乾燥です。調理器具、布巾、タオルなどは風通しの良い場所に吊るして乾燥します。また高濃度の塩分下で保存することも重要です。食中毒予防のポイント ③ 菌をやっつけるについてご説明いたします。まず十分な加熱処理です。中心温度75度以上、1分以上でほとんどの菌は不活性化します。次に食器や調理器具の消毒です。熱湯や漂白剤などを使用して消毒をしましょう。また注意点として、食中毒は加熱、殺菌により全てを予防できるわけではなく、毒素は残っている場合があります。基本は手洗いが重要になっています。手洗いが必要になる場面としては、食事介助、また排泄介助や排泄物の処理、医療処置、口腔ケアを行う際になります。また手洗いにおける洗い残しの発生がしやすい箇所について図を用意しましたので、こちらも参照してください。次に手洗いと手指消毒の手順についてスライドを用意しました。こちらもイラストをご覧ください。まとめです。食中毒予防の3原則、菌をつけない、菌を増やさない、菌をやっつける、また手洗い、手指の消毒の徹底をしていきましょう。日頃から健康管理と衛生管理を徹底し、感染の予防、拡大防止に努めることが大切になります。以上でご説明を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。